どうもどうも、マッシュです。始まりましたね。今日はですね、中目黒にやってきました。まあ見た通り、古着屋さんにやってきたんですけれども、今日よくしてくださってる前職の古着屋の先輩の方が、今年オープンしたということで、やっと遊びに来れたよっていうことで、その方にちょっと出てもらおうかなと思います。どうぞ。どうも。堀さんです。古着屋ディグディグの堀さんです。よろしくお願いします。コーディネート対決して、ね、もうあっけなく惨敗したという最近にあった古着フェスかな、うん、の時も堀さんのおかげでまさかのスタッフ枠として入れるっていうちょっと、ね、その堀さんの店舗にやっと来れましたようこそ。堀さんがオープンされたのはいつぐらいでした？今年の1月にオープンをしたばかりなので、うん、古着屋としていろいろ教えてください。いやいやいや、勘弁してください勘弁してください。本当に場所がめちゃくちゃまだまだいいところ。いやそうだね、中目黒のど真ん中に店を構えさせてもらってます。すごいっす。まあ中目黒といえばの通り、うんうん、かなり有名な古着屋さんの近くで堀さんはおこぼれをそんな堀さんが出してる商品はかなりいいものが多いと思うので、5つで堀さんにちょっとおすすめの商品紹介してもらいつつ、最後にとても重要な告知がございますので、よかったら最後まで見てみてください。じゃあ見ていきますか。レッツゴーマーシーチャンネル。入って左側にもうジブリがありますよ。堀さんこれ好き、やばいっすね。ジブリね、最近本当に人気というか探されてる方はすごい多くなってるんじゃないかなと思いますね。中でも人気なもののけ姫、はい、千と千尋、まさかのトトロ。トトロこれすごいっすね。トトロね、安いので8000円から2万ちょっとっていう感じの価格帯になるんですけど、ちなみにこいつはいくらぐらい？24,090円税込みで。そうなん、まあ安い方かなとは。ほうほうほう、思いますね。オフィシャルとかですか？これはリプリント品になるかな。ほうほうほう。オフィシャルだとこういう千と千尋とかがちょろちょろ公式のやつがあったりとかっていう感じですね。有名なビリー・アイリッシュさんがねジブリのやつを数点と、セーラームーン、うわ人気ですね。今だから今ビリー・アイリッシュさんはうちの商品5点持ってますねストーリー見てね、あのいつ来てくれるんだろうなってずっと見てるんだけど、なかなかまだね映ってないね。ああそうなんですね。で映った瞬間スクショ。あ、そうだねうちの商品ちょっと見ていきますか。これやばいっすね。そう、シアサッカーのセブンティーズくらいからのやつだね。好きそう、解禁の。いきなりいいっすね。しかもサイズ大きいっすね。そう、あんまりなんかアロハパターンでなんかシアサッカーって珍しいかなって思って、うん、確かになんかギンガムとかさ、うんうんうん、シワ割と見えるかなと。そうだね、確かに確かに。めっちゃかっこいいじゃないですか。辺とかうちの、あ確かにお客さんとか絶対好きやと思いますね、はいはい。ラルフの白カーゴ、ゴールドカーゴ、いいっすね。かっこいい。ショーツおすすめね、これなんだよね。おえー、リネンのカーゴショーツ。おえー、バラみたいなですね。え、これめっちゃかっこいいじゃん。めっちゃかわいい。しかもリネンなんですね、うん。え、ちょっとこれ後で履いてみたいですね。ぜひぜひ。ガラシャツ欲しいっていう子めっちゃ増えてるんで。へぇ。セブンティーズあたり、うんうん。この辺とかいいっすね。ジェシー・ペニー、セブンティーズやと思うんですけど、そうだね。ラウンドしてないですね。うんうんうん、裾がボックスの中で。で。着やすい。で、芯に入ってる。そうですね、うん。この辺とかはもうラルフが。そうね、全部ラルフローレンかな。この辺はコールドウェルとか人気どころのやつだったりとかが。一番安いのは1万1000円。あ、本当ですか。出してますね。これとか、めっちゃ高いとこ高いっすよ、ね、うん、高いとこ高い高いとこ高いよね。うわー、しかもアロハもあるっすね、うん、アロハパターンとか。うわー、いいっすね。堀さんがないと取れないっすよ 100% コットンで、でポケットこうちょっとなんかサファリシャツっぽい感じの2つついてて、うんうんうん、しかも色もめっちゃいいっすね、うんうんうん、サイズミディアムっていうのがいいっすね。ラルフ大きいじゃないですか。 S かミディアムじゃないといい配色っすね。でしょ、ピンクがいいんですよ。モテシャツなんで。T シャツゾーン。T シャツゾーン。項目に分かれてるって感じですか。ね、上がアニマル、はい、下バンティ、はい、その下エロティと無地とかワンポイントティで今ここはあります、ね。なるほど。じゃあエッチな方からいきます、ね。エッチな方ぜひ。うわすごい。これちょっと上に持ってっていい？ああぜひぜひ。エロティねでもそれでだいぶ減っちゃったね。あでもそうっすよね。エリアのいいですね。果たして48って本当に48パターンあるのかみたいな話ありますよね。
ぜひ試してほしい。上もエロティーだね。操縦機みたいになってて、はい、そこから眺めてる格好で。あ、なるほど。素敵な景色ですね。がっつりエロティーじゃないのめっちゃいいっすね。うんうんうん、お店のアカウントのいいね数とかってちょっと僕気にして見てるんですけど、まあどれが旬なのかなと思うんですけど、はいはい、エロティーがいつもいいね数多いんですよ。どんなヴィンテージよりもエロティーが多くて、やっぱ野郎は好きなのかなっていう。でもやっぱあのうちも問い合わせはすごい多くて、あ、本当ですか。女性の方が結構買われるかもな。マジですか。どれが好きですか。これはカメラの向こう側の人に。なるほど、僕も一緒です。オリジナルで入れてるやつで、ミリタリーの服もちょろちょろオリジナルで入れてる新品のやつなんだけど、実際にこの辺はあの実品のやつで、アメリカ軍が実際に昔使用していたようなセーフティーグラス。ああ、なるほど。フレームのところ、アームのところがこうラウンドしてるパターンと、まあ普通のパターンと、このバングルとかもタイのカレンシルバーっていう、あのカレン族っていう部族のやつで、これも今つけてるんだけど、ほうほうほう、魚とかお花とか山とか川とか、なんかそういう自分たちの生活の身の回りのものが実際に掘られてる。あ、すごい。シルバー925って言われる、まあ 92.5% シルバーが入ってるやつが一番有名だけど、カレンシルバーに関しては大体まあ 95% くらいで、だから柔らかい。あ、なるほど。からある程度こうサイズ調節が自分に合わせられるっていうのが、まあ、メリットとしてあるかな。あれも好きな、まあ、キャンプのリバースリーブ中心にアメリカ買い付けでしてきたやつが半分くらい入ってるかな。マジですか。趣味ですごい集めてたんで。いや、そうですよね。フリさんの私服めっちゃいいやつばっか。奥さんに怒られて、はい、あのお店で履けろって言われて、あの無理やり売ってるものが何とかあったりはするんですけど。これ僕の T シャツですね。ロレックス。これめっちゃいいっすね。超最近のギルダンですけど、ナリキンっぽい感じめっちゃ好きっすね。しかもいい色。追悼の T シャツ。ほう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 。誰やねん。そうそうそう、誰やねんって言うですね。アーティストの追悼って言うとか有名ですけど。ね、うん。カートコバンとか一番有名。これめっちゃいいっすね。誰やねんみたいな。作りたいな。アップっぽいの好きなのかな。なんかこういうの結構、ついついなんか買い付けで集めちゃいますね。トーテムポールがあって、カナダのやつなのか。そうだね。アラスカまで入ってるって感じですね。歌舞伎の T シャツは何ですか。日本アプッティーになるのかな。あのシャラクのプリントですね。ほう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 。ボディは何なんですか。ボディはね、これついてないんだよ。なんかヘインズとかが多いような 80s くらいの、うん、これめっちゃいいっすね、うん、これめっちゃいいっすね。ちょっと後で着てみていいですか。ダメダメですね。どなたが好きですか。このカメラの前。そうです。はい。りょうちゃんですよね。はい、ありがとうございます。自分が今まで見てきたアニメしかやってなくて。このナルトとかって多分何巻かのやつですよね。あ、そうだね。絶対そうですよね、うんうんうん、見たことあるコミックのね。これも見たことある。あ、これもそうですよ絶対。そうこれ何巻やろ。当てて。当てたいな。ワンピースだったら全部当てられるんだけど、ね、マジだ。全部すごいな。とっていう、まあアメリカのなんか雑誌、コミカル雑誌みたいなやつが、はいはい、有吉みたいなけど、A って書いてるから。確かに。ここ有名なんだけどね。結構なんかふるざけたポケモンをモチーフに作った T シャツですね。なるほど。デスノートすごいらしいですね。すごいね。上がりがすごいんで、うん、僕も聞きますけど。これとかめちゃくちゃいいじゃないですか。これね、15巻くらいです。いや、ですね、うん、確かに。ガーラとナルト、ヴィンテージのチャンピオン。ほう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 。大体まあ、7、80年代くらいが多いかな、うん、チャンピオンと、あとまあ、ムービーティー。これ全部映画。やばで、下が全部ディズニー系ですね。なるほど。パラノーマル。ホラーアクティビティ、あのホラームービーですね。あ、そうなんですね。ホラー系は堀さん好きですか。あ、好きだね。ホラー系マジ見ないです、ね、怖いからってこと。いや、あ、なんやろう、見たいって思わないやつは見たことない。元気になるやつばっかり見てるの。あ、いいじゃん。ディズニーが一番問い合わせ多かったかな。あ、マジですか。すごいよ。オブテラートイストーリーは全部見てます。うん、元気出るっす。元気出るんで、トイストーリーは。
日本系のほう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 ポーテッドマンションヴィランズタオブテラー自分が見た中で多分15種類くらいマジですか？それ以上多分プリントのパターンがあるから高いやつもあれば安いものもあってプリントによって変わってくるんだって感じかな。ラッシュマンテンがあったりとかアニマルキングとか、あげてましたか。あ、そう、プーさんがのティガ探してるやつ見たことがある人少ないんで、これはすごいレアですね。京都に住んでた時があってジャムの時あって、うん、その時のお世話になったところがあってそこから卸しをさせてもらってるっていう感じで、で今に一番人気のボトルってスノーパンツ、あの山岳部隊アルパインスノーパンツって言われる正式名称なんだけど、うんうんうん、リネンっぽい、うんうん、コット 100% でできてるやつで、あ、この100なんすね。まあ、ショーツ苦手な人ってこの時期だと結構リネン系だったりとかがやっぱ探されてる方多いと思うけど、うん、その中でもやっぱこれはうちで今ボトムス一番売れてます。夏のシーズンサイズ展開もある感じが M と L の2サイズ、うん、で3色ね。そうです、3色きなりがいいっすね。そうだね、きなりが一番人気 で自分はね、ベージュを一番履いてますね、うん、ラッキーシーズンなんかこんな感じで、あーですね。でもコットンっていうのがまたいいっすね。そうだね、ガシガシ洗えちゃう。男性ももちろんだけど女性の方もすごいこれ買われますね。うちのお客さんと絞れちゃいますもん、ね、そうそうそう、ぜひ絶対こう見てたらラルフがピョンって入ってる。あー、そうだね、まあ、どのジャンルでもラルフは入れるようにわざとして、おー、鳥柄とかもすごいいいと思うんですね。白鳥でチェックみたいな、うん、そうだね、王道に使えますからね。ぜひあとレディースできたん、最近入れましたね。まあ僕ね、一応古着屋で働く前リリースで働いてたんでリリースのこともちょっとだけ分かるんですけれども、ぜひこれとか今日入れる予定の、あのラルフのパジャマパンツめっちゃいい、かわいいよね。ポッケもあるしっかり、これ好きな子多そうだな。あとこれとか、確かに、なんなら今日の堀さんに、あ、ぜひオールグリーンでこの辺も4000円とかで出す予定ですね。マーシーが買うと思ってるけどこれすごいっすよ、ハーバード、しかもウールですからね。ウールセット、もう製法もめちゃくちゃ古いし、まだコットンスウェットが生まれる前のね、うん、ですね。チクチク、しかもツートーン、うん、で状態がかなりいい、うん、前むしろ反対とかで着れるんですか。そうだね、どちらも。へぇ、セーバーセットインで、これスペシャルっすね。お金を貯めないといけないんで看板みたいな、看板ですね。いや、もうここも紹介していいですか。あ、ぜひ。単色の4段でカプセルで、こっちは3段でアーチ、こっちも単色、そうね、カプセルとリングパターン、めっちゃいいですね。霜降りとかここら辺の色がなんやかんや重宝一番するんで。そうだね、見ました。これはもうググッとくるやつマジで。もうこれ本当堀さんが言ってたみたいにヘインズっぽいっすね、うん、そうだよね、触り心地とか、うん、なんか多分50-50のコットンと堀のやつだと思う、身幅と添え感と、うん、竹感完璧だね。完璧ですね。これは買いますか。これは買いましょう革靴もありますよね、ちょろっと。あのツートーンのやつがめっちゃ良かったですけど、何も言ってないですけど、ちょっと次パンツ履いてみます。あ、最高です最高ですね。すごい珍しいし、こういう柄物のパターンってすごい少ないかな。ないっすね、ブランドがついてきますよね、うん、ラルフ90でカーブ、これめっちゃいいな。完成しましたディグディグスタイル、ディグディグスタイルじゃあこの上下いただきますさん、ありがとうございました、はい、いいお買い物ができました。あ、よかったです、ありがとうございます。もうすごいね、勉強になることがかなり多かったのではないでしょうかということで、オープニングで言ってた通りちょっと告知がございまして、今回ね、はい、なんと古着屋マーシーアメリカに行きます。おお、アメリカに行きますそのアメリカに連れてってくれるのが堀さんでございます無事安全に。まあね、最初はもう一人で行こうかなって言ってたんですけど、うんうん、ずっと前から言ってたもんね。想像でしか喋れてなかったんで。確かにアイコンにもアメリカの国旗がある。そうですね。どっちで行ってない。日にちの方が9月頭になるんですけれども、はい、その間
古着屋マンションちょっとお休みいただく感じになるので、ちょっとこの動画で告知させていただこうかなと思っておりますし、プラスね、堀さんがこのアメリカ行った時にめちゃくちゃ登場すると思うので、そういろいろやりたいことがたくさんありますので、アメリカになります。いややっぱでも視聴者さんも買い付けってね、どうやるのかっていうところもなんか興味ある人多いんじゃないかなって確かに思いますしね。リアルアメリカヴィンテージを実際に買い付けするっていうところも、まあ、ちょろっとお見せできるんじゃないかなと思うので、確かにハプニングあり確かにありそう。2週間あればで何かしらあると思う。ありますね。じゃあね、今のうちなんかこういうの見たいですとかあれば全部答えてくれると思うので答えれるかな。インスタの DM かコメントに書いとってください。できるだけご要望に添えるように、はい、頑張ります。じゃあ今回は堀さんありがとうございました。こちらこそです。またアメリカでお願いします。それではまた、ビュー。ご視聴ありがとうございました。ベースインスタグラムチェックよろしくお願いいたします。次の動画もお楽しみに。ビュー。